日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は昔の友達と新しい友達について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。皆さんは友達がたくさんいますか？それともたくさんいませんか？僕は友達が少ないと思います。だけど知り合いは多い。はい、知り合いというのはまあよく知っている人、まあ例えば電話をすることができるし、話をすることはできる、1年に1回とか2回とか会うことはある。まあそれを友達という人もいますね。でももちろんその人たちは友達だけど、皆さんはどうですか？どう思いますか？友達、難しいコンセプトですね。友達、昔の友達、例えば小学生の時の友達、子供の時の友達、中学生の時の友達、高校生、大学生。友達といえばいつも一緒にいる、そういう人たちですね。毎日一緒にいる、学校で同じクラスだったり違うクラスだとしても一緒に学校に行ったり一緒に家に帰ったり、毎日毎日会う人で、例えば休みの日は電話をしたりテキストメッセージを送ったり、いつもいつも連絡を取る人、それが友達でしたね。だけど大人になるとそういう友達はいなくなります。難しくなる。そういう友達関係は難しくなります。それは多分普通のこと。新しい友達を作ることも難しくなります。新しい知り合いを作ることはできます。知り合いを作ることは簡単です。だけどその人と1週間に1回とか1週間に2回とかいつもいつも会うことは少し難しくなる。もちろん仕事が忙しいし、もちろん家族のことがいろいろありますからね。昔の友達と久しぶりに会うと昔の話をたくさんしますね。だけど今の話はあまりない。ちょっと寂しいけど、まあ仕方がないですね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。